正治一郎正治一郎1月1日から1964年8月15日は日本の政治家衆議院議員厚生政務次官宮城県柴田郡小川原町長宮城県伊賀郡角田町出身正治夫さの次男東北学院で学び中退した仙台日日新聞東北新聞記者仙南新聞主管を務めた後に 千南日日新聞社、雑誌、新東北を総監し、社長に就任した。また、大河原町会議員、宮城県会議員、大河原町長などを歴任した。1937年の第20回衆議院議員総選挙で、立憲政友会公認で立候補して当選した。以来当選6回。1942年の第21回衆議院議員総選挙では、 非推薦で立候補して当選した。1946年の第22回衆議院議員総選挙では、日本自由党公認で立候補し当選。第2次、吉田内閣の厚生政務次官、衆議院決算委員長などを歴任した。1955年の第27回衆議院議員総選挙では、自由党公認で立候補したが落選、正解を引退した。その他、 東北自由新聞社長を務めた。趣味は考古学、古書収集。宗教はキリスト教。住所は宮城県柴田郡大河原町。ありがとうございます。